今年で開局70周年を迎える大分放送。次の10年、20年に向けて県内で70年以上続くお店などを訪ね、長年愛される秘訣を教えてもらう。それが老舗さんお邪魔します。今回は先日開園70周年を迎えた高崎山自然動物園を訪ねます。まずは高崎山の向かい側にあるお猿館へ。野生の猿を見る前に猿についての様々な知識を得ることができるスポットです。お猿さんの写真が出迎えてくれましたけど、こんなにも猿っているんですかね。シールを撮影できる機会もありますよ。盛り上がりそうですよね。こちらはお猿資料室と書いてます。これ猿が食べるものですかね。野生の山菜とかあるので春かな。虫も食べたりするんですね。懐かしの写真コーナー、結構時代感じますよね。猿との距離がものすごく近いんですよ。もう体と密着。いやー、人懐っこいんですかね、高崎山の猿は。猿についての豆知識や貴重な写真などを無料で見られるのは嬉しい限り。高崎山自然動物園がスタートしたのは、農作物が猿に荒らされる被害を防ぐため、田畑に行っていた猿を広場に集め餌をやるという当時の大分市長のアイデアでした。その高崎山に向かうことに。猿寄せ場に向かうんですが、これ猿コレールっていうのにせっかくなので乗って行ってみましょうか。こんにちは。こんにちは。かわいいですね、猿コレール。すごい、ここガラス張りになってるから外が一望できるんですね。あ、猿だ。偶然見ることもできるんですね。うわー、これはちょっと楽しい。本日はようこそ高崎山自然動物園へ。私は大分市観光大使の千原里乃です。よろしくお願いします。サッシーだ。猿たちは数百匹の群れをなして森の中で生活していて、猿寄せ場まで毎日群れごとに餌を求めて順番に降りてきます。もう、わっ、すごいすごい、猿が結構いますよ。取材日は雨にもかかわらず、多くの猿が姿を見せていました。ここからは菅本さんにお話を伺います。まずは開園70周年おめでとうございます。 ありがとうございます。3月15日が開園記念日だったんですけど、ジーンとしました。歴代の先輩方がつないできた高崎山、70年迎えた私たち頑張んなきゃなっていう、そんな感じがしましたね。今季節は春ですけど、お猿さんたちにとってこういったシーズンどうなんでしょうか。赤ちゃんが生まれてくるんで、今ちょうど妊婦さんのお腹がそこそこ目立ってきてるので、はい、小さいこういった小猿、奥の猿ちゃんは結構小さいですけど、去年の赤ちゃんなので間もなく1歳の子ですね。実は猿寄せ場に集まってくるのはほとんどがメスと子供。オスは上位の猿しか降りてきません。ランクが低いオス猿は追い払われてしまうんです。そしていよいよ訪れる出産シーズン。高崎山ではその年に初めて生まれる赤ちゃん猿の名前を募集しています。一つ名前を考えてきたんです。岸原が考えた赤ちゃん猿の名前、こちらです。ドン、ラッキー。なんでそうですよね、開園70周年を迎えたということで7がついてますよね。ちょっとラッキーセブンっていうのと、お猿といえばウッキーっていう感じなので、ウッキーとラッキー、なんかちょっと語呂もいいなみたいな感じで、ちょっと変な雰囲気になって大丈夫ですかねいきなりナンバーワン出てきたんですけど、ボス行っちゃいます。高崎山史上初のメスザルが群れのリーダーになったっていう、今をときめく B 群ナンバーワン、ヤケイっていう名前のお猿です。彼女が来るとオスたちが引いていくし、尻尾上げて威張っているのが、彼女が近づくとちゃんと尻尾下げたりとか、
よそんちの子が餌食べたのに腹を立てて攻撃をしてたのを元ナンバーワンが仲裁に入ったら、そのおじいちゃん歯がないんで彼女に負けて、で彼女が上に上がったっていう。あちらの佇んでるお猿も結構貫禄ないですか？あれはね、高崎山一の長老のおじいちゃんで、はじめっていう37年生きてるってことで、人間で言えばもうとうに100歳は超えてるかなっていう。ほらピーちゃん、うちのアイドルです。手が白くって背中にね、幸せの白い羽とか言われてるんですけど、背中の写真を1枚撮っとくといいらしいです。これは撮るしかないですね。バッチリですね。みんなに名前がついてるんですか？オスはもうこの辺に顔を出し始めた時に、あ、幹部候補みたいのが顔を出し始めたなってことで名前つけますし、メスは初めて赤ちゃんを産んだ時にその子を追跡して、あ、この子の家系だっていうことで、あの母親に近い名前をつけていきますね。ちなみに今までで面白い名前とかこうエピソードとかありますか？面白い名前はまあいろいろひねったものありますけど、アマゾンの娘に名前をつけるとしたら何にしますか？お母さんの名前つながりで、お母さんがアマゾンっていう名前なんですか？の子供、うん、アマゾン、サバンナとか。おお、プライムでした。アマゾンプライム、面白い。その名前と顔はちゃんと一致しているのか、ここで菅本さんにクイズに答えてもらいました。スタッフがあの猿の写真を撮ってるので、これを見て名前を当てていただこうと思います。これは婚約さんです。あのちょっと待ってください、あの私婚約さん、そっちにちょっと気になってしまったんですけど、指に婚約指輪はめたみたいな、なんかこうちょっと白い縞模様があるんで婚約さんっていう面白いですね。これはどうですか？これは10番ランクのショットです。ショットショットくんはね、鼻が低いです。ショットだ、ショットが来た。ちょっと横向いた時にちょっと鼻注目しちゃいましたけど。野生の猿を番号ではなく名前で個体識別しているのは珍しいことだそう。高崎山で続く伝統です。顔と名前を把握するためにこんな工夫がありました。このノートは去年の出産シーズンに生まれた赤ちゃんの母親たちの写真が入ってるものなんですけど、顔写真とこれ特徴とかを書いてるんですか？そうですね。わ、何月何日にオスを産んだとかですね。いました、アマゾン。白い部分が目立ったりとか、まぶたのとこがちょっと白いの。細かいとこをしっかりとこう観察して、いつも目鳴らしとかないと忘れちゃいますしね。菅本さんの中で印象に残ってるお猿さんっていますか？さやかですかね。あ、今年30になるんですよ。両腕の不自由なお猿で、餌を拾うときは地面に直接こう口をつけて拾うくらい、そんな中でも子供を3頭育てて、不自由な手でも本当に暇があったらずっと子供の毛づくろい、もうお尻の先っぽまで本当に丁寧にやってて、慈しむってこんなことかなっていうぐらい感心して見てたのが、まあ、今一人ぼっちで一生懸命頑張って生きてる、まあ、そのさやか推しですかね。もうすぐ餌をまきますので、はい、たくさんの猿が集まります。 B 群は640ですからね。餌って今どういったものを？今からは小麦をまきます。集まってきてます。すごい、巻いてます、巻いてます。うわー、すごい。うわー、こんなにも猿いるんですね。ねー、出てきましたね。猿の餌やりは1日16回。小麦とさつまいものミックスなどバリエーションをつけてやっています。小麦をやるのはこんな理由からでした。粒がちっちゃいんで猿全体に食べてもらえるっていうことで、わざとこういう小さい餌を広く巻いて、ここに来ればどの猿も食べれるようにってことで小麦です。こちらもう高崎山といえばこれっていう方
お道、あ、芋たくさん入ってますね。この芋食べたら猿たちはお腹いっぱいになった、帰ろって帰って行って言って5時ぐらいには猿ゼロになります。重い。これ持って職員の方たちは駆け抜けて行くんですもんね。もたもた巻いてたら強いのばっかりが来るんでざっと駆け抜けないと。すごい。リヤカーでさつまいもをやるのは夕方。そこで時間まで高崎山のお土産を見に行くことに。サルコレールのすぐそばにこちら高崎山限定グッズ、こちらはお土産コーナー。そうですね、インパクトありますね。そうですね、昨年一番人気のあった商品になります。かわいいですね。そうですね、70周年記念事業の一環であの名前を募集しまして、70ということに決まりました。マスキングテープとかもあるんですね。高崎山オリジナルのマスキングテープになってますね。私も職場で使ってます。本当ですか。お猿館にはもんちゃんショップというお店もあるんです。見てください。お猿だらけ。お猿にまつわるものがたくさんあって、手作りせんべい、お猿が描かれてます。お菓子コーナーも、このもんちゃん焼きっていうのがこのショップで一番の人気らしいんですよ。こしあんとカスタードが味わえるもんちゃん焼き。同じくお猿館のお猿茶屋では名物の海塩ソフトがおすすめです。海苔、目を引きますよね。結構インパクトあります。まずはクリームの部分だけ。うん、美味しい。ミルクの味わいしっかりと濃厚なんですけど、味わっていくと塩気がしっかりときます。気になるのがこの海苔と合うのかなっていうことですよね。合う。これ合います。美味しい。ちょっともう一口。この甘じょっぱい海塩ソフトをベースに黒蜜ときな粉をかけたソフトクリームもおすすめ。さて、猿寄せ場ではさつまいもの準備が整いました。4時を過ぎるともうなんかクワーって早く芋みたいな芋くれっていうコール、この時間しか聞けないんでおすすめです。お、動きました。あ、行きますよ。来ました。おー、すごーい。おー、おー、たくさんゲットしてるこの猿。さっきお話しした、ほら、両手が使えないおさよこ。しっかりと芋をゲットできてますね。頭いいんで他の猿が取れなくてもしっかりちゃんと芋がいっぱい落ちたところに行きます。さやかに会えたのが嬉しい。取れるとホッとします。あ、よかった、今日も取れたねみたいな。今日は高崎山の魅力をたくさん教えていただいてありがとうございました。高崎山自然動物園が長年愛されている理由、ズバリ教えてください。はい、お猿様様です。猿のいろんな魅力が詰まった高崎山で、もう本当猿のおかげで70周年を迎えれたということで、はい、本当にズバリこれです。10年20年先もお猿様様精神でやっていかれますか。大切に思ってる猿たちなんで、もうこれです。